立憲民主党は長引くコロナ禍や物価の高騰などに対応するため、すべての子どもに10万円を給付することなどを盛り込んだ緊急経済対策を発表しましたコロナ禍物価高騰、低賃金、年金減少です、こういう4十九という状況を我々としてはこの生活氷河期と、これをま乗り越えねばならないと考えております。 立憲民主党がまとめた緊急経済対策の総額は7.2兆円です家計支援のため18歳までのすべての子どもへの10万円給付や政府が行っている生活困窮世帯への5万円給付の対象を拡大することなどを盛り込みましたまた新型コロナの影響を受けた中小企業を支援するため債務の減免を可能にするとしています 高騰するエネルギー対策では、省エネ家電や電気自動車への買い替えを支援すると明記しました。国会審議などを通じて政府に実現を働きかけていく方針です。